ハッピートイチャンネルようこそ。こんにちは、ピーパパです。ですね、レゴ版のゲーマードライバーに引き続いてバグルドライバーが完成しました。まあ実際にですね、バグルドライバーと比較するとだいぶ厚みは増してます。あ、そうでもなかった。そこまで厚みも増してないですね。はい。でちょっとですね、中にガシャットを入れるための加工がちょっとややこしくて、ちょっとデコボコというか、かなりデコボコにはなってますが、はい、ガシャットをですね刺して、まあバグルドライバーに刺した時と同じような音声を流すことが可能となりました。まあそれではちょっと実際のですね、デラックス版のバグルドライバーとちょっと比較したいと思います。はい、それではちょっと変身してみましょう。ではまずデラックス版のバグルドライバーで、バグルドライバーの音声と、デンジャラスゾンビガシャットの音声がうまくこう交互にですね流れることで、綺麗に音声と発光が、表現されてますね。それではレゴ版のバグルドライバーちょっと確認してみましょう。あ、間違えました。はい、ガシャットを外して、はい、それでは行きたいと思います。ではと、このようにバグルドライバーをですね、の音声はもちろん流れませんので、デンジャラスゾンビガシャット単体での、音声という風な形になります。で、ですね、ゲーマードライバーの時もだったんですが、どうやってこのバグルドライバーというかゲーマードライバー作ったんですかっていう風な質問があって、まあ機会があればまたアップしますって書いたんですけど、すいません、これやっぱりバンダイさんの企業努力があっての、なんですかね、このメカニズムというか、なんていうのかな、ガシャットが鳴る、技術だと思うので、そこはすいません、ネタバレになってしまいますので、このハッピートイチャンネルでの公開っていうのは、控えたいと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ですね、まあ結構ザーッとですね作って組み上げていったので、ハッピーパパ的にもどんな組み方をしたのか分かりませんなんですけど、ベースにしたのはですね、この裏の部分、8×16 ぐらいだったかな、の、グレーの、ここに見えてますね、グレーのですねプレートの、レゴをずーっとですねこう組み上げてきました。で、途中こちらの方のですね、デンジャラスゾンビガシャットやレゴで作ったガシャットなどをですね間に挟み込みながら、してきました。なのでこちらの方隙間あります。なるギミックについてはちょっと、今回公表を控えさせていただきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。前回のですねこちらゲーマードライバーに引き続いてバグルドライバーの方ですねレゴで作ってみました。まあ、こんな形でですね、レゴで、作った仮面ライダーエグゼイトのですね、作品もまた今後アップ予定ですのでお楽しみにしててください。ハッピーとイチャンネルいつもご視聴いただいてありがとうございます。今回のこのバグルドライバーに対してですね、ご熱いご意見やご感想を期待しております。はい、またですねチャンネル登録、もですねしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上です。もちろんこちらの方もですね、使用できます。ときめきクライシスガシャットが欲しい、早く。あれ、もう一回行きます。もう一回いきますね。これちょっとまだですねうまく慣れてないんですよ、ハッピーパパ。
はい、今後ですね、このドレミファビートガシャとポピーフォアバージョンもアップ予定です。